こんにちは。いつもゆきチャンネルご覧いただきありがとうございます。はい、今回ねそういうチャレンジ動画にしようと思ったんですけれども、まあ一丁のチョコバナナマウンテン、まあチャレンジメニューで知られているものなんですよね。まあ、生クリームの塊です。ほぼ生クリームの塊で中にちょっとスポンジあってアイス入ってバナナいっぱいくっついてるみたいなものなんですね。でこれがまあ今回ちょっとリニューアルされたということで、これはもう再びチョコバナナマウンテンを食べてみたっていう動画を作ろうと言ってみたんですが、ちょっと残念なことになってまして、はい、いや正直自分 YouTube で上げるのって結構美味しいと思ったものを上げてるんですけど、今回はまあちょっとご覧いただければわかるかな、どうしたんですか一丁っていう感じの、一丁ファンとしてはねもうちょっと残念な結果の動画に仕上がっております。ではすいません、本編ご覧ください。マウンテン、なんか形がやけに崩れてますけど、18センチか、もうちょっとでかいような気がするんですけど、でかいですね。はい、いかがだったでしょうか。チョコバナナマウンテンのリニューアルという名の大幅なスペックダウン。昔699円、まあ899円に値上がりしましたけれども、まあそれでもあのスペックで食べれたんですが、今回値段据え置きであんなになっちゃったと。ちょっとこれはね非常に残念ですよね。正直自分あの料理は失敗だったと思ってます。あの作った人が失敗したんだなと、作る工程間違えたんだなと。でもあれ出されちゃうともうさすがにもう食べる気にならないかな。あれで1000円だもんな。というわけで今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。